いやー、今日は久々のハードオフ巡り楽しみだな。なんだってみなさんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。みなさんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。AMD Ryzen 3 4100を購入してきました。は、ちょっとあんたどういうこと？いやですね、ハードオフ巡りをしに行ってたんですが、11時頃いきなり通知が来まして、AMD の新しい CPU が出た。って出たんでハードオフ巡りをやめて買ってきました。いや答えになってないし。ということで今回はこちらの Ryzen 3 4100を、早速レビューしていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで今回購入してきたのが、AMD Ryzen 3 4100になります。こちらの CPU なんですが実は当初、Ryzen 7 5700X が発売された時に一緒に発売する予定の CPU だったんですよね。ただなぜか日本には、物がなかったらしく、Ryzen 7 5700X、Ryzen 5 5600、Ryzen 5 5500だけが発売されました。この時に4000番台として、Ryzen 5 4500、Ryzen 3 4100が発表されていたんですが、どこにも売っていなかったんですよね。で、この4000番台を軽く忘れていたんですが、急遽6月10日に発売となりました。事前情報とかなかったの？私は全然気にしてもなかったんで知りませんでした。で、ちょうど外に出ていたということもあり、秋葉原に行って早速購入してきたってわけです。なるほど。で、今回は早速検証をしていこうと思うんですが、せっかくなんで。Core i3-12100F と比較をしようかなと思います。おお、つまり、1万円台 CPU 対決ってことね。そうなりますね。果たしてどっちの CPU がいいのか気になるところね。では早速見ていきましょう。検証対決に行く前に、今回発売した Ryzen 3 4100のスペックのご紹介からしていきたいと思います。こちらは全通の CPU で、コードネームはルノワール。4コア8スレッドで、クロックは 3.8 から 4.0GHz。TDP は 65W で、L2 キャッシュが 2MB、L3 キャッシュが 4MB となっており、この L3 キャッシュが Ryzen 3 3100と比べて、かなり少なくなっています。この L3 キャッシュって何なの？ちゃんと説明すると長くなるので、簡単に言うと、CPU とメモリの手助けをしてくれるメモリってことです。例えると、CPU が L1 に〇〇ある、って聞いて、L1 がないよと言います。続いて L2、L3 と聞いていくんですが、そんな時に L1 から L3 それぞれのカバンの容量がキャッシュの量となります。つまりカバンが大きければ、CPU が求めているものを、メインメモリに聞くまでの間に処理ができるってことですね。難しい。まあ例え方が合ってるかどうかもわからないんですけどね。まあということで、この4100は、Ryzen 3 3100に比べて、L3 キャッシュの容量が小さいから、CPU とメモリの手助けできる量が少ないよ。って思ってもらえればと思います。こちらが i3-12100F のスペックとなります。値段的には近いんですが、スペック的には i3 の方が少し高い感じですかね。値段的には近いけど確かに差があるわね。シュラララ。それでは開封していきましょう。箱の上のシール部分を切っていきます。そういえばこの CPU はリテールクーラーはついているの？はい、こちらの Ryzen 3 4100と同じ日に発売した Ryzen 5 4500にはリテールクーラーが付属しています。シールを剥がしたらあとは中身を出すだけですね。こちらが今回の CPU 本体となります。新品ってやっぱりピカピカでいいわね。まあ確かに。あとは紙と。こちらの箱がリテールクーラーとなっております。付属品は以上ですね。では続いて動かすためのセットをしていきましょう。それではマザーボードに CPU を取り付けていきます。CPU を取り付ける前にマザーボードに最初から付いているリテンションを外します。こちらを外さないとリテールクーラーが取り付けられません。そしたらマザーボードのレバーを上げて、CPU を取り付けていきます。CPU に三角のマークが付いているので、こちらをマザーボードにも同じく付いている三角に合わせて、穴にはまるところに入れていきます。そしたらレバーを締めて取り付けは完了になります。あとはリテールクーラーのネジを対角線に締めていきます。ということで今回の検証環境はこちらになります。
今回はこちらの検証機でやっていきます。店員さんに動かすのにバイオスアップデートしてくださいって言われたんですが、あえてそのままやっていこうかと思います。ちなみに i3-12100F との検証機の違いは CPU とマザーボードだけになります。ここは CPU メーカーが違うから許してください。それでは電源を入れてみましょう。電源の電源を入れて。スイッチオン。初期セットアップ状態なので起動までに少し時間がかかります。ということでちゃんと起動しました。ということでこちらが BIOS 画面になります。きちんと CPU も Ryzen 3 4100で認識されています。では Windows でもきちんと確認していきましょう。まずはタスクマネージャー。こちらも問題なく表記されてます。CPU-Z でも認識されてますね。ちなみにアイドル時の消費電力は 30W ぐらいでした。では続いてシネベンチも回してみましょう。シュラララ。シネベンチ R23? ということでやってみましたシネベンチ R23。では結果を見ていきましょう。スコアはマルチが5946ポイントと5939ポイント、シングルが1184ポイントでした。アイドル時の温度は 27.8 度、最高温度は 76.5 度と 78.3 度、最高クロックはシングルの時 4.02Hz となりました。なぜか 4.0GHz を超えてたんですが、なんででしょう。シネベンチ実行時の消費電力は 85W 前後で消費してました。この結果ですが、マルチはインテルコア i7-6700K やインテルコア i3-1105F 以上のスコアが出てますね。シングルはインテルコア i7-9700 やインテルコア i3-1105 より上のスコアでした。ではコア i3-12100F の結果と比較してみましょう。i3 優勝。シュララ。ということで今回は AMD Ryzen 3 4100のご紹介をしました。もともと4月に発売予定だった Ryzen 3 4100がなぜか突然6月に発売した CPU でした。なんで2ヶ月遅れで発売されたんだろうね。半導体不足とか諸々な要因が重なったんでしょうね。今年中に新たなRyzenも発売されるみたいですし、今年の AMD はいろいろ楽しみかもしれませんね。ということで今回はここまで。もしこのRyzen 3 4100が良かったと思ったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。